そんな日々のストレスやイライラ解消に効くツボを皆さんにお伝えしていきます。噂のカンナ、天神院副院長の沖田です。皆さん今大変な時期ですね。コロナの影響もあり、自由に外出ができないことによってかなりストレスも溜まっている方多いと思います。精神的なストレスはお肌やお体に影響が及んでしまうことをご存知でしたか？人は内的なストレスがかかると血管が収縮し血流障害を起こしてしまいます。この時体内に大量に発生する強い酸化力を持つのが活性酸素。活性酸素は細胞を酸化させてしまいます。酸化というのは細胞を錆びさせてしまうということです。細胞を酸化させて炎症を起こし老化を加速させてしまうということです。そんな日々のストレスやイライラ解消に効くツボを皆さんにお伝えしていきます。今日使っていくのは神門というツボです。神門は心や精神状態に深く関わるツボになります。場所は手のひらの方ですね。小指からこう下がっていただいて、この手首のシワと交わるツボになります。この少しくぼみがあるところですね。神門を使ってやっていきます。親指を使いましょう。息を吸って吐きながら3秒押してください。神門はストレスやイライラ、不安などの胸の苦しみにも有効です。また便秘や不眠にも効果的なツボです。一緒にやっていきましょう。1、2、3。こんな感じです。左右3回ずつ行ってください。他にもこういう症状にはどんなツボが効くのという質問がありましたら、下のコメント欄にお願いいたします。この動画がいいなと思ったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。